当たったんじゃろ。 こりゃ いけん。 こりゃ よっぽどの 新兵器じゃ。 町から西連平城あたりまでえらい日の出じゃ。野島さん、両親に顔が利くけ船で戻るじゃろ。野島さん、きっと宇品に船をつける。宇品よりは安子は必ず日本通に顔出すんじゃ。あの子、あんたが今日宇品に行くこと知っとりますか？ああ、知っとる知っとる。これは一六勝負みたいなもんじゃ。お前何しとるんなら。お隣のキュウリやら。 もろていいかしら。まあ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 ええじゃん。さあ、とにかく早う行こう。な、迎えに行こう。早う早う。いいか。よいしょ。ええ、かぼちゃ置いとけ、もう。さあ、早う早う。おっ、これいけ。さっきよりだいぶ傾いてるよ。開いた。 大丈夫か。おい、やっちゃん、やっちゃんなさ。おい、顔こっちゃいけん。手にコールタロかなんかついてる。キジさんか。あ、何、ちょっとやけどしただけじゃ。この姫は何なら。途中で黒い雨が降ってきて。ああ、重油タンクが爆発したんかの。おばさん、水飲まして。<笑> やっちゃん、火の手が来よるんよ。おじさんの工場に逃げる。はい、何しとるん。よっ、はよ、はよ、大きな黒じゃ。電線を避けて通るじゃ。おい、大丈夫か。
ええか、わしが儲けんようになったこのバンド引っ張れ。じかに体に触っちゃいけんぞ。さあ行くぞ。僕じゃわからん。名前を言うてみ。名前は、学校は広島県立広島第一中学校1年2組宿根久蔵。そうか、おいちゃんが久蔵なら軽トラをつけとる。軽トラは吹きたんだ。そうじゃ、おいかを見してるか。救動じゃ、救動。じゃあ水くれ。広島はどこへ行った。危ねえ。